さあ今試合が始まりました。最初のポジションは琉球、田代からクーリー、いきなり決めていきました。2本連続決めていきました琉球です。サウトがペイント内侵入して、これはバックンのカウントを獲得しました。フロントチェンジからここの腕の絡みがファールだったという判定だと思います。はい、ディフェンスファール、そしてポストアップスミスとクーリーのマッチアップ、この試合の鍵を握りそうなこの2人です。ここはスミスに軍配が上がりました。ショットクロックは残り6秒です。ウトが振り向きざまに打ってきて決めました。1分30秒切っています。20対15、富山が5点リード。前田ミートしてきた、スリーポイント、今日2本目のスリーです。岸本に岡田がつきます。岸本のスリーポイント、うわ沈めてきた、決めました。ソロモンとキムティリのマッチアップ、水戸がゴールした、うわーバッテンカウント、これスクリーン明けのところ、これファールもらってボードを使ってのバスケットカウント。岸本には水戸がついて、水原バウンズパスからのクーリー、ボールを要求する田代がゴールした、ここはバスケットカウント。今パスの場面は映っていませんでした。もしタイミングがあれば。そして琉球は今村が入っています。作ってる前田のスリーポイント決まりました。交代で打たせました。ここ、ね、スクリーン2枚使ってきて、田代選手のところ、スミス、マブンガの2人が壁となって、前田にスリーポイントを打たせて、スイッチしてマブンガ、外に松脇のスリーポイント、決まりました。これも沈める。残り1分10秒です。第3クォーターペイント内侵入して、ダンクを決めた。バウンズパスソロモンに預けて、スピンムーブからのレイアップ、わつくてくる今村のスリーポイント、田代が拾って自ら決めていったバスケットカウント。グラジーズカップと言われる、あの若年あの若い子たちのための大会で出場した初代のチャンピオンだと聞いています。あ、ただゲームクロックが先ですね。わー、ターンオーバー、ターンオーバーになった。残り2秒というところで田代のレイアップ、85対67、富山は連敗をストップする勝利。